惨めだ。立てなくなるとは。そんな、ひどい。でも、その人怪我してないぞ。ああ、そうだ。惨めだろう。びっくりして立てなくなるなんて。あ、うん。それは大変だね。他に目撃情報はないかな。初めて狼を見た。怖かったよ。役に立ちそうな情報はないね。現場の痕跡を調べに行こう。トゥラフさん、狩りが終わったからってあんなに飲んじゃって。この爪痕、この後からオオカミの数と大きさが分かりそうだな。数は2匹だけじゃない。大きさは、そうだな、おそらく2メートルくらいだな。オオカミは神秘的な生き物だからな。そう簡単には見れないだろう。これは、狼の牙だな。村を襲った時、そのドアにぶつけたんだろう。とにかく、今回の襲撃で大怪我をした人がいなそうでよかったな。これは狼の体毛だね。リーユエの人はこれで筆を作るって聞いたけど、この毛色、本に書いてあるモンドの狼と全然違う。もしかして外来種？狼の体毛だって均一じゃないだろ。ただ色の濃さが違う場所から抜けたんじゃないか。でもこっち見て。別の毛か。ん？何かついてるな。うん、これググプラムの種だね。この種は見た目が特徴的だから分かりやすいんだ。モンドだと放浪領と冥冠峡谷だけに見られるはずだけど。じゃあやっぱり放浪領の狼なのか。同じところでも複数の狼の群れが縄張りを争うケースもあるからね。詳細はまだわからないけど、これも調査の大事な手がかりになりそう。さて、出発する前に村人たちを安心させてくるね。